ちゃあ。ああ待って。何が。解消してなかったです。こんにちは。こんにちは。まだテンション高めてせっかく入ったの。いやいや楽しいなと思って。何が。そうです。あそうだ。なんで。この前、はい、でラジオの生放送が終わって収録も終わって、こうブース出たら、うん、あ高木豊チャンネル見てますって。めちゃめちゃ大きい声で言われてたんですよ。最近ね、はい、まあ見てますとか多いし、はいはい、この前片岡が LINE 入って、はい、駅降りたら少年たちに、うん、野球の人ですかみたいな言われてすごい YouTube 見てますとか言われて、はい、ものすごいテンション上がってた。やっぱ嬉しいよな。嬉しいです。嬉しいです。しかもその、はい、言ってくださった方、音竹さんなんですよ。ああそうなの。そうなんです。音竹さん豊さんのチャンネルの大ファンで、うん、まあ、それは頑張らないとな。そうで野球大好きなんだそうです、うん、そう言ってました。野球が大好き、ね、野球が大好き でその後生放送で宣伝してくださってましたよ。なるほど。高木豊チャンネル絶賛。でもチャンネル数がさ、うん、登録数が伸び悩んでるね今一つ壁ですね。まあ、何かスキャンダル起こしてくださいよ。スキャンダルね、うん、うまいねお前。起こしてください。売れ組デートとか。いやいや俺、音竹さんで入ろうと思ったんだよ。あ、そうだったんですね。音竹さん野球好きなんだよね、つって。うんうん、で、今日のネタはって入ろうと思ったんだよ。スキャンダル起こしたら再生回数上がりますよ、登録者数も。誰がよ。俺がすんの。そう俺か、やったーみたいな感じ。そう、モデルと。ああ、そうだな。そうですよ、深夜の。ちょっとワンチャン狙ってみるか。いやそうですよ、バラ色ダンディも出たことだし、なあ今もしかして狙われてるかもしれないですよ。おお、いいな。ムンシュンさんとかに楽しみやなまあそんなこと言ってたら本当来るからね。いや本当本当気をつけない。明日は我が身ですよ。まあ明日は我が身って言ったって、はい、でも変なことしてなきゃいいんでしょ、まあ、そうです。別に食事したりとかする女の子なんかたくさんあるからな。まあ、いるんですかやっぱり。えいやまあいやいやそうじゃない。いやいやそれはさ、何歳ぐらい。え大体幅広いですか豊子さん。幅広い幅広い。何歳か何歳ぐらいの。この前は、はい、学生の子大学生と食事した。ま、どこ大学どこですか。大学はどこだろう。何大いやその子は短大の子。ああ短大、うん、で上は。上は何歳ぐらいかな、40ぐらいじゃない、40ちょっとじゃない。じゃあ20代から40代まで、うん、だけどここの持ってる情報っていうのは半端ないからな、うん、だからいろいろこう喋りながら、あ若い子の感覚はこうなんだ、うん、こういう情報持ってんだとか、うん、年齢いってる方も、はい、あこういうことで悩んでんだ、うんうんうん、まあそういう情報がすごく取れるよね、うん、だから一人で食事しちゃいけないんだよ。そっか、うん、だから誰かと食事をする、そうするといろんな情報入ってきてそれをまたアウトプットできますもんね。そう、うんうん、で勉強にもなるし。そうですよ。だから多分菅野投手もそうだったんですよ。あえなんかあった、うん、まあでも独身同士ですからね。なんかちゃんと説明する。あの菅野投手があのモデルの野崎萌香さんと一緒に、はい、週刊誌に撮られたという。まあいいじゃんね。いやナイスカップルですよ。爽やかで。ああうんいいですよ。ほらお互いタッパもあるしな。だって女性165センチ、身長が83、59、85。 83。 お前は。私測ったことないんで。私あのワールドカップってことでいいですかワールドカップ。ワールドカップ。すごいね、自信あるんだね。そんなことないんですけど。どこ代表だよ。どこ。プエルトリコあたりお前すごいね。いやうちのお母さんアイカップなんです。あ、そう。そうなんです。だお母さんにはもう全然負けます今でも本当に、うん、お母さん華奢なん。いやお母さんふくよかです。ちょっとやっぱ昔からぽっちゃりなんで。もう細身だもんな。そうですね、ちょっと細身なんで昔ちょっと若干ぽっちゃりだったんですけど。そう、はい、でも、うん、83、59ですよ。本当か。で大概あのみんなサバ読みますよね。59って言ったら俺らの太ももと変わらないからね。いやでも今のモデルの子ってめっちゃ細いですよ。いやでもさ、この中に胃とか内臓が全部入ってるって思うとさ、うん、気持ち悪くない。こう入るかこんなん。59だぞ。59なんですよ、でケツが85ケツがってヒップが。ヒップ が, ップが、うん、まあなあ、うん、まあでもスタイルとかうんぬんとかさ、うん、まあいいに越したことはないけど、はい、やっぱハートだよな。まあそうですそうです、うん、うんうん気持ちですよ。何をやってるとかじゃなくて。まあ菅野投手はねお金持ってそうですけど。まあお金じゃないだろう。心ですか。
え、じゃあもし菅野投手が、まあ、多少あるなそうですよ、別に どうですか、例えばどっかでバイトしてる青年だったとして多分あれだ、いやこれね男同士でしょ、これ喋ったことがあるの。どんな、やっぱ職業って、はい、女性が選ぶとしたら、うんうんうん、大切だよねっていう、まあ、その人の、うん、あの男性の職業とかで女性って人生変わる、変わるし、うんうん、やっぱ見る目も違うじゃん。そうですよね、うんうん、でじゃあ何になりたいって、うんうんうん、ね、はい、何がいいだろうって、うん、一番こういいのがね、はい、職業として、うん、なんだ、どういう結論になったの。何がいいか、その公務員とか。いや、まあ公務員もあるし、はい、いろいろまあ一流企業のサラリーマンもあるだろうし、まあいろんなことがあるじゃない、はい、職業っていっぱいあるじゃない、うんうん、まあ俺らも職業だね、野球選手。そうですよね、うんうん、でその人と喋った時に、はい、結論的に、うん、あ、この職業が一番やっぱこうみんなからよく思われるだろうなっていう風な、はい、そういう職業って何だ、男同士では結論が出た、まあやっぱこうそうだよね、お医者さん。そう、あ、やっぱり、え、そうなの。だって先生先生って言われて、あ、ね、はい、やっぱ感謝されるじゃん、はい、まあ年を、うん、もう多いかも、そうですね、患者さんから、ね、まあ多いかもわからないけど、うん、でも、うん、やっぱこう救ってくれるわけだよ、痛みから解放してもらえるとかさ、あ、命を救ってもらえると大きいですよね、命を救うとかさ、いろいろあるじゃない、うん、だから医者がいいんじゃないかっていう話だった。確かに、でもね、医者の看護婦とのその付き合い率とか不倫率って多いんですよね、医者。いや、まあそら、まあ、仕方ないでしょ仕方ないかな、そこも目つぶって。いや、そらやっぱモテる、だからそれだけモテるっていうことだよ。そういうことか。だから仕事してる先生と生活のギャップがいいんじゃない、うん、いや、でも菅野ね、まあいい、すごいいい、で、うん、いいですね、まあ、スキャンダルではないよね、あ、全然ですよね、うん、ただ付き合っているのが報じられたっていうだけで、うん、このチャンネルで源田と、はい、みさみさん結婚するよね、はい、します。いや、だからその話もしたことあるんだけど、はい、まあ独身同士だから、うん、そんな堂々としとけばいいというね、はい、そうです、うん、そうです、問題ない、問題ない、なんだよ、いや、だから、うん、でもね、こういう時って女子のいんやんや言われちゃうんですよ、あ、玉の輿乗ってるんだとか、菅野投手だからその女性側モデルでくっついていったんだとか言われがちなんですよね、かわいそう、ね、でも菅野がいいって言うんだったらいいじゃん、そうそうそう、なんですよ、外野がね、そんな言うことでもない、うん、だけどいろんな記事が出てるよね、うん、なんかコンサート行っていやいやいや言ってて、インスタ上げたら怒られたとかあれ誰だっけ、女性の方がブルノマーズのコンサートで結構いい席で、うん、一番前からなんかやった前の方でなんか自撮りのインスタ上げてたら、うん、ブルノマーズに怒られちゃったって、うん、それも一生の記念だよね、でもいや、俺はね、俺の考え方って おかしいかもわかんないけど、はい、例えば日本シリーズでね、うん、あの山本が2回ミスしたでしょ、はい、サードとセカンドで、あれはね、彼の中では、はい、それはあれが原因で負けたかもわからないけど、うん、彼の中では一生の記念になってるよ、一生の記念、思い出、あ、だからそのやった時ってものすごく辛いけど、はい、だけどなんかこう語り草としてさ、思い出になる、うんうん、一生の思い出を作れたという、うんうんうん、そういう風に思っとけば逆にね、うん、時間が経てば、うん、はい、だからその怒られてインスタ上げてて怒られても、うん、そう、怒られる人の方が珍しいわけだから、確かにあのブルーノマーズから怒られるなんてまずないですね、タオル最後は投げられたんだろでも分かんなくて、うん、喜んでた喜んでたっていう、でもそれはなんかいいです、知らないか、いやだけどからいいこと、ね、世界中探しても投げられた人ってそんないないと思うよ、うん、なかなかないですよね、いやそれだったら一生の思い出だから別によくない、うん、別にブルーノマーズだしすごいし、うん、だろうがなんだろうが、うんうんうん、そうやね、なんか一生の記念じゃない、やっぱポジティブですね、やっぱ、いやポジティブっていうか、うん、そう考えていくしかないじゃない、怒られたから瞬中してたらしょうがないじゃん、まあ、そうですよね、うん、うんうんうん、まあこれは何、本当に真剣交際してんの、あ、なんかあのお互いプライベート任せてますみたいな感じなので、ああ、じゃあもう真剣交際だね、うんうん、そうですよね、うん、私あのこの菅野投手のパーカーのオフホワイトが、ああ、オフホワイト着るんだなと思って、そっちの方がねブランドなんですけど、なるほどね、うん、まあでも早く腰直さないと言われちゃうよ、なんて、ん何が欲しいんですか、なんて言われるんですか、やりすぎじゃね